警告レベル4情報災害。本報告書で言及される事項はすべて、レベル4情報災害と位置づけられています。閲覧を続行する場合、レベル4、608JP セキュリティクリアランスを提示してください。閲覧中波形点ミーム媒介が常時展開され、特定語句が口述、記述される危険性を排除します。閲覧終了後は、セキュリティ担当者が到着するまで待機してください。アイテム番号 SCP-608JP。 オブジェクトクラスユークリッドケテル。特別収容プロトコル SCP-608JP が発見された家屋を含む、集落全域がレッドゾーンと指定されており、接近した民間人は拘束後。クラス A 記憶処理を施し解放されます。当該地域は地図上から抹消され、カバーストーリー、消滅集落、が適用されます。SCP-608JP-1 及びレッドゾーンへ配置される全職員は、経典ミーム媒介を摂取している必要があります。探査、観測で得られたあらゆる情報はレベル4機密として扱われます。SCP-608JP が連鎖的活性状態へと陥った場合、プロトコル、意味言葉、が実施されます。追記レッドゾーンへ配置される全職員は、生体が麻痺した状態で職務を遂行する必要があります。説明 SCP-608JP は、あらゆる要素が曖昧化し常時変動している殺人現場、あるいは自殺現場です。位相、室温、材質をはじめ、死者数、重力加速度、摩擦係数といった要素も変動しています。例外として、文書である SCP-608JP-A 括弧口述括弧閉じは位置や媒体こそ変動しますが、文章自体は普遍要素として固定されていることが判明しています。SCP-608JP が有する異常性は、自身と関連する情報が、特定語句を含む形で口述、記述された際、活性化します。活性状態へ移行した SCP-608JP は断末魔と形容されるイオンを発し続け、自身が有する要素を一つ以上曖昧化させ不活性化します。対象とされる要素が値であれば幅が生じ、種別や特徴といった要素であれば複数要素が混在する状態へと変化します。一度曖昧化した要素が再度対象とされた場合、幅、混在要素はより増大します。SCP-608JP-1 は、増減する死亡者として絶命と蘇生を繰り返す集団です。SCP-608JP-1 は記憶を保持していますが、近隣住民である31名は、第一発見者、として矛盾した証言をするため、事件発生当初がどういった状況であったかは判明していません。SCP-608JP-1 をあらかじめ死亡させる試み、および SCP-608JP から離脱させる試みはすべて失敗しています。死者数が増加する際、SCP-608JP-1 は死因が刻一刻と切り替わる死体へと変化します。これは可逆的変化であり、死者数が減少する際、あらゆる損傷、症状から回復した状態で蘇生します。SCP-608JP-1 が蘇生する際、発生及び記述する行為自体を抑止するミーム媒介は効力を喪失します。これを受けて、特定語句排除へと特化した経典ミーム媒介が開発されました。付記 SCP-608JP 調査記録より抜粋。変動要素一覧括弧一部抜粋括弧閉じ。構成要素、全高、最小値 0.3 メートル、最大値、混在要素、19.5 メートル。構成要素、室温、最小値、零下109度、最大値、混在要素、130度。構成要素、出入り口数、最小値、0、最大値、混在要素、14。構成要素、死者数、最小値、1、最大値、混在要素、38。構成要素、床材、畳、コルク、大理石、コンクリート、氷、ビスケット、血液、編集済み。用途、今、書斎、寝室、応接間、浴室、映写室、アトリエ、心臓、胃、副腎。死因、服毒、窒息、失血、爆発、低体温、感電、悪解、消化、咳化。探査記録 608JP、3日譜、年、月、日。監督者、博士。編成 D、60813D、60814。装備 CCD カメラ、無線装置、GPS 追跡装置。記録開始。では、扉を開けてください。妙だと感じた点があれば欠かさる報告を。
重い金属音。ああ、これは、今開けた扉はどう見ても木製だったと思うんだが、聞こえた通り、音はまるで鉄製だ。結構、それでは探査を開始してください。了解、こいつは、霧か？視界が真っ白だ。しかも床が凍りついてやがる。気をつけろよ。わかった。おっと、まったく、足場がレコボコして歩きつらい。視界不良で映像は得られる、と、湿度が変動した結果か、もしくは、よろしい、しばらく待機を。かっこ10分経過、かっこ閉じ。いつまでこうして待機を？相変わらず霧は深いし、もう蒸し暑くて蒸し暑くて、息が詰まりそうだ。D6814 章は凍ったままですか？え、ああ、凍ってるよ。こっちは床がブヨブヨしてやがる。気味が悪いが、触って調べてみるか。ブヨブヨ。D6813触れる際は手袋を。湿ったか、特定語句。持続する悲鳴。おい、悲鳴だ、悲鳴、部屋中から聞こえる、どうすればよい？こちら、D6081さんが特定語句を発しました。それで床材と接触し、おそらくは感触を攻撃する際、痛みからするいいね発生を。くそ、指が焼けるみてえだ。さっきからギャーギャーうるせえし、勘弁してくれよ畜生。おい、指示をくれよ。鼓膜が破けそうだ。カッコ悲鳴が途絶える。カッコ閉じ。やっと静まったか。ん？クラシック？カッコ無線マイクは断片的ではあるが音楽を捉えており、分析した結果、ドビュッシー作、アラベスク第1番、であると判明した。カッコ閉じ。D6813D6814探査は打ち切ります。至急脱出してください。ありがてえ。クソったれ屋敷とは一刻も早くおさらばしたかったところだ。さっきより霧が薄い。ただ時々視界が赤く、奥で赤い照明が点滅してるような。カッコ3分経過。カッコ閉じ。どう考えてもおかしい。入る時通った扉はどこへ消えた？そもそも、これだけ歩いたらいい加減突き当たるはずなぁ。カッコ4分経過。カッコ閉じ。寒い。さっきから動きも遅い。まるで水中を進んでるみたいな。いいつまでこここうしてと、特定語句、絵の屋敷をた、特定語句、ぐすりゃいい、特定語句、あよ。持続する悲鳴。くそ、まただ、入れ口はどこだよ。ここはマジでさっさ寒い、特定語句、用語、動か、口がうまくく。D6081さん、声を出してはいけません。両名とも発話を控えてください。はい、SCP-608JP が再度活性化を、言及する際。生理的不利線で偶然発生された場合も条件を満たすようです。想定外でした。人員を用いた探査は今回で最後でしょう。博士、見てくれ。床が、なくうってる。水、血が、割る、不明瞭、メロ、特定語句、からなし、不明瞭、殺され。たす、熱い熱い熱い味気が、絶叫。D60813、D60814、応答。カッコ D60813D60814 が死亡。部屋は縮小し、心筋と思われる組織で覆われていた。カッコ閉じ。記録終了。
経典ミーム媒介は特定国を5位から排除しますが、舌がもつれる、体が震える、といった外的要因が絡む発生を防止できません。上述した事案を受け、SCP-608JP-1 が外因的発生へと至る事態を防止すべく、生体を麻痺させる、SCP-608JP を真空状態で隔離する、といった手法が考案されました。しかし、SCP-608JP-1 が蘇生する際健康体へと回帰するため、数分間隔で処置を必要とする麻痺案は却下されています。また、SCP-608JP が、気圧、を変動させる際、空気を大量供給するため、真空状態を維持する術はありません。長期的視点では活性化が不可避であると判明したため、SCP-608JP ハケテルクラスへと再分類されました。年、月、日、ドローンを用いた探査が実施され、居住者が作成したと思われる遺書。あるいはダイング、メッセージカッコ SCP-608JP、A カッコ閉じが発見されました。SCP-608JP、A は、特定国、を含んでいますが、音読や筆写といった行為が活性化を誘発した事例はありません。SCP-608JP、A 全文。なおバステワレにもあらず犬れども忍びねきこゆ心のなしにや。ほい。我々は今、1万語を超える、特定国、を回避しつつ SCP-608JP を収容している。SCP-608JP が僻地で発生したという事実は、まさしく奇跡という外あるまい。万が一、都市部で発生していた場合、SCP-608JP は恐れるべき速度で活性化を繰り返していただろう。もはや活性化条件を特定する機会は与えられず、やがて全人類が増減する死者数へと計上され、世界はコールドケースとしてあり続けただろう。一万語、と表現したが、特定国、はたった5種類であるという方が正確だろう。SCP-608JP、A が示している、捨てられ、あらず、去り、潜み、死した言葉。経典ミーム媒介が作用している間は語彙から除外されているが、他行、と、和行、はある行を、ある5文字を挟んでいる。それこそが、それら一つ一つが、SCP-608JP を活性化させるキーワードだ。最終手段であるプロトコル、意味言葉、は、連綿と続く文化を根底から破壊し、再構築し、特定国、を世界から削除する。五十音、が生まれた日と同様、我々は再び音を葬り去る。幸い、我々が掲げるモットーは、特定国、とは無縁であった。確保、収容、保護。博士、